はいどうも、石健です。今日は240人超えも緩和施策ということでやっていこうと思うんですけれども、東京都新型コロナの患者が240名超えたということで大きな話題になっていますが、一方で GoTo キャンペーンがスタートしたり、あるいはイベントの自粛、これが解除されていったりということで、様々な段階的な緩和、これが進んでいるわけです。一方で PCR 検査が増えているだけだから問題ないよというような指摘もあったりして、一体この240名どのように理解すればいいのかというところが今日の話になります。具体的にはこちら、ある通り人数確認して、さまざまなキャンペーン施策について見た後に、最終的にこの疑問について答えていくという、こんな順番で見ていきたいなというふうに思います。はい、ということでまずこちら、ある通り東京ではついに過去最多で240名超えたということで、昨日の200名超えに続いて連日の200人規模ということになります。100名と続いた後、その倍の規模になっているということで、感染者の数、明らかに感染者の数としては増えているということですが、東京だけにとどまらず、実は埼玉、神奈川など首都圏でも感染広がっていますし、大阪などでも昨日30名ということで、全国的に再び感染者増えてきたんじゃないのというところが指摘されているということになります。こうした中で、一方では緩和の施策というのが続いており、例えば GoTo キャンペーンということで、日本全国旅行しましょうと、新型コロナの外出自粛によって苦しんだ観光業、あるいは旅行業なんかに対して、より政府が応援をするということで GoTo キャンペーンスタートしていますが、当初これ8月にスタートするという予定だったんですけれども、国民の熱い思いに応えましたということで国交省が述べていますが、22日から今月末からスタートするということで、感染者こんなに広がってるのに県を越えてどんどん人々が移動しちゃうのって本当にいいのという不安の声、あるいは批判なんかが野党からも上がっているということになります。また合わせて今日10日からは5000人までのイベントが開催緩和されるということで、室内室外問わずに5000人までであればイベントもやっていいですよということで、こうした動きなんかもクラスターまた広がっちゃわないのということで不安の声が高まっています。足元の患者としては増えている、しかしそれでも政府がこうした動きに踏み切っている理由、それはこちらです。以前の時とは状況が違うからだというところが一番大きな説明としてなっています。以前の動画でこうした点について僕自身も触れているので、改めて確認ということにはなるんですけれども、まず現状では医療機関は逼迫してないというところが挙げられています。重症者あるいは入院患者数というのがそれほど増えていないということなので、4月末からそしてゴールデンウィークにかけての時期よりも医療機関まだまだキャパがありますよということで、こうした状況もまず見ましょう。そして2つ目が、若者中心で夜の街関連が多い、そのため多くの人にとってはしっかりと気をつけていれば通常の経済活動を制限する必要はないということ、これ2つ目のポイントになります。そして3つ目、最も大きいのが、そもそも PCR 検査の数がもう非常に増えている、だから当然患者の数も増えるよねということで、今回240名100名という数字だけにとらわれていてはいけない。テレビや新聞などでも数字がすぐに速報としてバンバン恐怖を煽られるような形で報じられているけど、いや実際に重症患者の数とかベッドの埋まり具合とか、こういったところを見ないとこの数字に騙されちゃいけないという声なんかもネットで広がっています。一体どちらを信じればいいのと皆さん思っていると思いますが、結論こういった点がポイントになってくるかと思います。まず一つ目は、確かに現状では医療機関のキャパは超えていない、圧迫逼迫している状況はないということが言われていますが、今後もそうとは限らない、これは以前も僕お伝えしている点ですが、今後もそうとは限らない、むしろ患者数は急激に増えているので、そうした点を考えると現在の数字のみで安心してはいけないというところ、これ最も大きな一つ目のポイントになります。
多くの専門家ではまだまだ危機感を持たなくてはいけないということを指摘されていますし、現状の数字だけでだから大丈夫なんだという判断をするのは早計だというところ、これ一つ目のポイントになります。そして二つ目は、こういった点から導き出されるのは、首都圏から県境を越えて移動することによって地方の医療機関に問題が生まれる。東京以外の地域で新型コロナの増加が続いていった場合、これは大きな懸念材料になるよね。これが2つ目のポイントです。そして3つ目は、状況がこうして変化する中で従来から決まっていた緩和の施策、 GoTo キャンペーンだったりイベントの緩和、こういったものが続行していく点についてはやはり少し懸念があるよねというところ、これは個人的な見解になります。こうした現状の数字だけでは判断できず、1週間2週間後の動きというのを予想して、果たして現状の政策が正しいのか、もちろん過度に自粛あるいはロックダウンのような強い施策を行う必要がなかったとしても、果たして現状のように、はい、どんどん緩和していきましょう、全国的に移動しても大丈夫ですということを、これ国が推し進めているの果たしていいのかというところ、まだまだ議論する必要がありそうです。はい、ということで今日は以上になります。240名超え、今後も患者の増加続いていった場合は新たな動きというのも懸念されるので、こういった点追っていくので、ぜひチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。